6月24日木曜日の洗濯天気予報です。まずは天気の流れを見ていきましょう。降水予想を確認していきたいと思います。このようにですね、お昼頃になると広い範囲で、東北から中国四国エリアにかけて雨雲を形成する見込みとなっているんです。特に山沿いなどを中心として雨の可能性があります。東日本や北日本では市街地でも雨の可能性があるので注意が必要です。それでは洗濯指数マップ見ていきましょう。西日本や東日本では心配というエリアが多くなっています。日差しが届いていても午後は急な雨の可能性があるので注意が必要です。洗濯物を干す際はお気をつけください。もくもくと発達する雲や雲の色が暗くなってくると雨のサインです。また洗濯アラームなども活用するようにしてください。福岡は OK です。洗濯物の外干しにも問題ないお天気となります。北日本、仙台など NG となっているところがあります。雲が多く雨の降りやすい空となるため外干しには適しているとは言えません。また沖縄、那覇の方でも梅雨前線の影響を受けますので NG です。こちらは部屋干しの方が良さそうですね。以上、洗濯天気予報をお送りしていきました。